さあ、じゃあ今日は可能性を追おうか。可能性の獣になろう。はい、おはようございます。11月20日だというのですね、最高気温は19度まで上がるということで、昨日も今日もちょっと冬はまだまだなのかなと思いきや、明日から寒冷前線が降りてくるというところで寒くなるというところですけども、パチンコパチスロ、いよいよですね2022年向けて5号機から6号機の完全撤去なんかもありましてですね、こう日増しにこうギアを上げてくる感じなんですけれども、例によって20日毎度のお店にやってきてます。で、入場抽選が100番まで入っているところで、まあご覧になった通り71番、でパチスロ主要機種があいにく埋まってたので、今日は久しぶりに可能性を追っていきたいと、機動戦士ガンダムユニコーン、こちらの方をですね、打っていきたいと思います。12月からリニューアルするらしくてね、今回ちょっとホップステップのホップ段階らしいんで、ちょっと生半可なことじゃ許しませんのでですね、はい、最初パチンコ、そして何だったらバンバカ増大してますんで、番長3が狙っていきたいなっていうふうに思いますという感じで、セクシーでダイナマイトな一日過ごしたいと思いますんで、よろしくお願いします。パチンコフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン参りたいと思います。よろしくお願いします。エバブルオン、 V フラッシュオン、先読みオン、オートボタンはオフ。さあどうですか。前回10月来た時はね、すごいガンダム打たれてる方から、ユニコーン打たれてる方からね、嬉しい声がすごい、まあ3台しかないんですけど聞かれたんですよね。音もちょっと大きくしましょうか。なるほど。あーいいっすね、あーいいっすね。だいたいなんかパチンコ打ってる時って、俺いいっすねって打ち始めて30秒で言ってる気がするんですけど、お超熱いっすね。もう熱いっす、はい、カスタマイズしてますんで、はい、7回転オッケー、開けるぜー。はい、緑、はい、緑。なるほど。うん、オッケー、開けます。ユニコーンアタックか。4ラインでお願いします。4ラインでお願いします。もう一丁、もう一丁。あーダメだ、これだとレバー来ないと当たんねえな。レバー来い、レバー、レバー。もう用意しとこう。あ、もうこれじゃダメか、こうか。あーダメだ、プッシュだ。これはもうプッシュじゃダメ。いやー惜しかった。言うほどユニコーン打ってませんのでね、僕これで、打ったのが5回目、5回目だね。さあだいぶ早い段階での保留変化が来ました。インドスリアルセブン、夕暮れ。オーライ、セクシーからのバイブレーションいただき、バイブレーションいただきからの、マリーダ・クルス強制解除。
アタックか。角線まで行った。もう一丁。まあいいか、赤い彗星。よし、今日一の、決戦か。今日一のガンダムやろう、お前。ガンダムやろう、お前。うぅ、どう？ちょっと、ペルペルセンサー。あれしてみましょう。これ当たる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 、ほらやりました、ユニコーンからの暴れん坊将軍。おい、赤いね。うぅ、セクシー。スペシャルじゃん、またスペシャルだね。いや俺すげえな、天才だわ、天才。3000、得意なんだよね俺ガンダム。はい、投資が8500円、参ります。いや面白いねとりあえず2万発だな。な、えらい台が出たもんだよ。はい、来ました、最高です。控えめに行って最高です。あとは150分の1引く前に40分の1引いてりゃいいっていうね。あと1回、いっけー、ユニコーンラッシュ。はい、バイブレーション来ました、ありがとうございます。やっぱこの人シャアじゃないんだ、声も一緒だけどね。はい、マリーダックです。ドキドキするよね、こうやってちょっと顔見してみろよみたいな。 OK! レッツゴさあ、この後も簡単なゲームですね。150分の1より前に40分の1を引く。
単純計算であと4回引けます。まあこの手のタイプ、最近直近の最大連チャンス21、ガロのこれを超えていきたい。それが可能性ではなく現実。命を落とすことで極限を超越した獣、ユニコーンガンダム、ついに。さあ行こう。40分の1だろ、そろそろだな。はい、 I love you、 I love you。Thank you、 Let's go together。中二病の集大成だよね。はい、来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。最高継続この台でいうと27回っていう猛者がいますね。皆さんどんなもんですか。このスペック、このタイプの最大継続数って。中に50何連したっていう人もね、いるんだよね。ありがとうございます。 Thank you。 あ、ムムちゃんの声が聞こえましたね。うちの犬もムムちゃんって言うんですけど、もうすでに150分の1は引いてしまった気になればなるほど40分の1しか来なくなるんで、ちょっと言ってる意味分かんないと思いますけど、でも可能性の手元ってそういうことだと思うんですよね。言ってること、何言ってるか分かんないっていう状態にすることで、結局やってることももう何してんのっていう状態に持っていけると。OK、トゲザー、トゥモロー。やばい、あぶれ。はい、31回転だったね。セクシー、レインボーホルー。もう今日は勝ちましたね。さすがに今日勝ちましたね。13回ってことは、あと4回計算で17回ですね。ちょっと、自己最高記録が見えてきたね。オッケー、レッツゴー、2回転。サンキュー。トゥモロー。2万発。時間が今11時です。やばくない？これやばくない？3回転。奇跡はまた繰り返すって書いてあった。あ、ちょっと本気で出始めたね、これね。1回転3回転だもんね。今ポンポンって速いの来たから、まあ一つもポイントになりそうだね。ここはここでしっかりと回転数稼いでの40分の1持ってこれると、いよいよ本物かな。43回転、今16なんで、これでようやく20回計算になりましたね。
あと4回は引ける計算なんで。はい、サンキュー。ビビビビビビビバー。やばいな、これ。満面の笑みなんだよ、これ。さあ、2万5000発でございます。さあ、これで21回計算になったぞ。ちゃんと額面通りに消化できれば俺の自己記録には並ぶ。こう、指揮者の意見が知りたいの。なんだろうね。あ、これヤバいやつだね。これ初めてヤバいやつが来たの。あー、やべ、やばい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 。お前通せって。あっ、いや、あっさり。アロー。いや違う、クラッシュだ。いやー、今ちょっとオービーミスったわ。はい、まあ、十分だったんじゃないでしょうか。初当たり17連の2万5000発と、はい、セクシー。ダーナ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 ー。あー、なのか。あー、40パー引いちゃったってことだね。ちょっとね、初めて引いたまである。初めて引いたまで。初当たり、多分これで俺は9回目ぐらいかな。こういうとこよな、こういう何気ない演出の変化が激アツだったりするとすげえ深みが出るんだけど、派手なら派手なものほどよ、ね、信頼度が高くなるっていうのと逆行した何かを持たせてほしいっすよね。なんていうか趣が出るじゃないですか。ノーマルリーチはあくまで時間稼ぎっていうか、ほんと何でもないノーマルリーチでピタッピタッピタッって当たることがある台って、もう全てにおいて期待できちゃうようになっちゃうと思うんで、そういう意味では今とかも疑似連の煽りなく疑似が止まるあたりはやっぱそんな中でもユニコーンは割といい台だと思うんですよ。ガロか、満を持して魔界おじさんだな。39回転でやめられてますね。はい、まあ、320回転まで勝負という感じです。で、当たんなかったら、まあ、今日はユニコーンの分だけだったってことだね。とりあえず来月12月20日に向けてガンダムユニコーンと北斗無双は打てるってことは分かった、うん、なんつうの、もうアラフォーアラフィフのおじさんの土日みたいな一本になったね今回。あ、なんか安心感あるな、ガロは打ってて。なんだろう、これが相性ってやつかな。まあ、僕がよく言う
やつに神羅万象、世の中にある事象すべてには人と人、人と物、そして物と物、相性なるものが存在し、互いが互いを引きつけ合い、そして反発し合う、それすなわち相性というんだけど、その相性を把握して物事に臨むとっていうのがあるんですけど、相性はいいんでしょうね、僕とガロはね。ガロのダメなところは隣の台の回転数とかが分かんないっていうのが、やっぱさ、パチンコ打ってる人って隣の人がどれぐらい回っててとかって気になるじゃん。そういうのを見せなくするっていうのはいかがなものかと思うんだよね。またこれから刑事とかさ、新しいもうごってごてのもう装飾がすごい新しいパチンコ出ますけど、やっぱデータ表示器って一つの我々パチンコを打つ人間にとっては拠り所なんですよね。当然自分の台が一番大切ではあるんですけど、それ以外の挙動とかをこう眺めながら、こう横目にちらっと見ながら、ああ俺まだ当たんないやとか、俺も当たったよとかっていう横の比較、横の比較はやっぱね楽しむ要素だと思うんで、それをこうやってごちゃ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 つけてなくしちゃってるっていうのはいかがなものかと思いますよね。だってさ、30年前ってデータ表示器がなかったんだよ。知ってる？呼び出しランプすらなかった。で、初めてそのデータ表示器っていうものが当たったら光ってて、でもっと言うと履歴まで分かるようになった時の進歩っていうのは、進歩っていうか衝撃、うわこれは立ち回れるとね。所詮完全確率だからさ、立ち回りっていうのは果たしてどうなのかとも思うけど、でもそれがやっぱ僕たちの楽しみの拠り所になるわけですよ。こうだったから勝ったとか、こうだったから負けたとか。だからね、これはダメよ、これダメ、これダメ。ガロは好きだけどこれはダメ。おどうした、お前どうした、お前何やってんだ、お前起きたるぜ。こういう当たり方か、130回転。さあ刺さりました。ちょっとここまでは弱い、ここまではちょっと弱い。さあ左奇数止まってほしい、左奇数止まってほしい、うん、でもう一発赤、あーダメだ、2だ。あでもこれ裏にあのガロいるんで、あもう一発、もう一発おいで、閉まれよ。あー当たんない、当たんない、これは当たんない。ああ発展はするんだね、はい、うん、オーライ。皆さんも一緒に当たるか当たらないか読んでくださいね。緑ですけども、今のところ僕的には信頼度 37% ぐらいです。いや 36% ぐらいですかね。36% ぐらいですかね。で目が出てようやく 52% って感じかな。赤目が出て 52% かな。今のところは30切りましたね。切りましたね。今ちょっと 12% ぐらいになっちゃいましたね、おい、止まれ、止まれ、止まれ。あー、12% だ。くる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 。あー
暑いな暑いな。なんか違ったよね。太いやつじゃなかった。上に乗れそうな剣じゃなかった。173回転ギジさん、初当たり2回前の初当たり2回の流れを踏まえればそろそろ季節ではあります。赤く染まった。あ、ちょっと、あ、絆だ。絆だよね。はいはい、はい、174回転今3人いたよね。助け来んじゃねえの。こういうのあったっけ。途中で絆に収穫とかなかったっけ。はい、まあまああったんだけど、俺の中でこれまあまああったんだけど。止まれ止まれ。よっしゃ、おい、おい、スイッチオン。やり申した。174回転まさに狙い通り。魔界おじさん、魔界チャンスをものにしました。ありがとうございます。これよ、これ やりました。さあ本日2回目の22連チャレンジ。とりあえず今1万3000発、1万2000発飲まれたんで最低1万2000発ですよね。ちょっと危ないね。ちょっと危ない。やっぱり。やっぱり。ちょっと危ないよね。ここマジすげえ大事。ここはもう信じることだよね。自分の可能性を信じるだけで。おお、自分の可能性、これが可能性。はい、サンキュービギン。さあ行こう。
危ない。ここちょっと配列いいやつ出てほしい。あー危ない、これまた危ない。オーライセクシー、もう一回オッケー、レッツゴー。あーなんかさ、あようやく、配列は良かった。あー危ない。うーん頑張れ。さすがに暗い、うん、うん、こっからよ、いくぞー、メラメラーパー、うまい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 、ほらすぐ行く、あらちょっと、あ、やめてー、ちょっと早いって、それ早いってマジで。4面はないよ。だー圧倒的な痛さなんだが、マジか、うわー5分も出てねえわ、マジか、うわ痛いわ、ほんと痛い。結構あるぜ、ガロは20回転以内本当よく当たるんでね。ちなみに僕1回転で当てたこと過去3回あります、この月光の旅人で。ただし全てノー魔界チャンスでした。はい、来たよ来た来た、紛れ、あっちー、190回転、渡辺博之さんからのなんか持ってますよ。じゃあ僕も行きます。え、ちょっ、いやーしまったー、マジか、まだまだまだ、え、お前これでお前ガロチャンス行ったら本当お前のこと大好きだぞマジで。あーこれ行ったら天才じゃんね、大的に。いやーいや今のがラストチャンスだったね。 いいもん見れたわ最後。うわあれ外したの初めてだわ、っていうか聞いたこと2回しかないんだけど、あれもあれでもう揃っちゃうんだよね、うん。ああ楽しかった、いいじゃないですか、193回転吉宗の天国抜けたって感じ。はい終わります、お疲れ様でした。
はい、最終魔界おじさんということでございまして、ガロ月光の旅人で締めくくったんですけれども、1回2万5000発から1万3000発ぐらいまで減らしましたけど、最終は1万5000発フィニッシュということで、投手が9本だったんで大勝利、快勝ですね、心よい勝利とか言って快勝でございます。で、相変わらずパチスロの方はですね、増大した番長3ですね、番長3で、なんか来月に向けてまた増大あるよなんていう噂も聞いてるんで、ちょっと12月20日は暑いことになりそうかなっていうふうに思ってます。ね、結構な台数いくんじゃないかなって、まあ、地域的に、通常であれば1月末までしか番長であり窓2でありっていう5号機は置いとけないんですけれども、この地域っていうのは3月27機種によっては4月頭まであるんで、ちょっとそこの部分は楽しんでいこう、目いっぱい楽しんでいきたいなっていうふうに思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。